とにかく明るい安村は、日本のお笑いタレント、元アームストロングのメンバー、吉本工業所属、本名及び、旧芸名、安村昇剛、東京 NSC6 期生、北海道旭川市出身、旭川実業高等学校出身、身長177センチメートル、体重86キログラム、血液型は B 型、左利き、 ポーズレネタはピンク色のパンツ一丁の姿で様々な設定における全打に見えるポーズを披露する。ブリッジに安心してください。履いてますよと言い、ネタの最後にダイジェストとして連発でポーズを取る。ネタのヒントとなったのは渡辺眉ファースト写真集の表紙である。当初、ピンでの活動を始めるにあたってコンビ時代からやっていた高校球児ネタでやっていこうと思っていたが、 レーザーラモン RG から、ネタは一つに絞らない方がいいとのアドバイスを受け、フリップネタや、全国どん連盟の会長であることを活かした、どんぶり漫談など様々な漫談などをやっていたが、後に、パンツ一丁の、全裸に見えるネタに行き着いた。しかし、この全裸ネタも最初は、ストリップ劇場の踊り子風のネタで本人曰く、エロすぎて逆に滑ったという反面、このネタでいける自信はあったとのこと。 初めて、履いてますよというフレーズが登場したのは、吉本工業のニコニコ動画の番組での、ジャングルポケット、大田とのやりとりにて、安心してくださいというフレーズに決まったのは、ダウンタウンのガキの使いやら変で、の、絶対に笑ってはいけない大脱獄24時の、ネタ見せにおける、ディレクターの、それが一番ムカつきますねというアドバイスによって、といったように徐々に、ネタとして完成していった。 藤原和弘の結婚披露宴でパンツ一丁ネタを演じたところ、この披露宴に来ていたバイキングのスタッフの目に留まり、同番組出演から徐々にテレビなどでの出演が増えていった。なお、使用しているのは女性用ビキニのパンツであり、ガリット中の福島義成の助言を受けて、後ろ前に履いている。なお、このパンツにシャツを着ただけで移動することも多い。仕事が増えた後、 それまでの不規則生活から一転したなどのために5ラムほど体重が減り腹も引っ込んだためにネタをやったところでパンツが隠れきれず客にパンツ見えてるぞと指摘されたこともあった以後体型には気を使っているまたレギュラー番組のとにかく明るい安村と桜マナのとにかく丸裸などラジオ番組でもネタ同様にパンツ一枚で放送に臨んでいる 2016年9月から10月にかけて、追感版ヘルニアを患い2週間入院。これ以前にも、中井正宏のみになる図書館の番組内などで、この肌加の危険性を指摘され、この恐れが現実になった。その後は腰に負担のかからないようなネタを優先するようになり、行事に噴して、行事風に言うと気持ちいい言葉などのネタを演じている。この他には、 ピンポン玉を口から入れてお腹から出すという芸も行っている。有吉の壁にレギュラー出演しており、一般人の壁のエンディングでは毎回新キャラを用意して、シソンル・ハセガワなどを巻き込み一芸を披露することが多いが、地上波ではオンエアされず、フールーのみでオンエアされる。パンツイ丁の時のネタ中に流れる BGM は、そのために作ってもらったオリジナル曲。 とにかく明るい安村全裸に見えるポーズソングである。作曲したのは、オロナミンシー気持ちスイッチ CM バトルで音楽を担当した時に、アームストロング時代の安村に出会って、以来家族ぐるみの付き合いが続いている、作曲家の藤井良藩で、安村からの依頼で制作されて思いついたのは5.6分だったが、完成するまでには、最終的に3日間かかったとのこと。キメの音も、 シンバルなどの音が候補にあったが、それだと閉まらないということから、へえ、という掛け声に決まった。また、藤井はこのネタを作った当時は、秋山隆二の顔パネル芸がヒットしており、このパクリと思われないように BGM も秋山と異なる雰囲気のものにしたと語っている。安村が、レギュラー出演している有吉の壁のコーナー、流行語大賞の壁を越えろ。 ブレイク芸人選手権にて、たくさんのキャラクターを生み出している。なお、ここでは派生シリーズの、男版、セ、ブレイクアーティスト選手権で誕生したキャラクターも、含めて紹介する。レギュラー出演監特番、安村昇津義に関するカテゴリー。ありがとうございます。